の話題の遊びを高橋名人と遊んでいきます。名人、今日はですね YouTube の動画を名人と作りたくて、こちらをご用意しました。45秒で何ができる？踊ってみたい。はい、そして PV っぽいのも撮りたいなと思ったので、ダンスが得意なユミジーにも遊びに来てもらいました。またダンス枠で来られてます。ダンス枠なんだ。はい、名人、はい、45秒で何かできるって知ってますか？知らないよ。はい、知らないですね。そんなのあった。若者を中心に話題になった踊ってみた動画なんですけど、すごく簡単な振り付けで踊りやすいんですよ。はい、いや俺ダンスはね、はい、ちょっと得意だよ。え、そうなんですか？大丈夫ですか？あ、小学校6年生の時にはフォークソング、フォークダンスと踊ってたし、あと小学校4年生ぐらいからソーランプして踊ってたしさ。ソーランプしてて激しいから。いやいや、あれ、そうなんだ。違う。え、何が？こんなもんだろう。ダンスなの。しかもダンスの記憶がでもちょっと結構前ってあれ、いやそんなんじゃないよ、50年ぐらい前。いや、だいぶまだもしかしたらないんですけど、ソーラン節はな。はい、実はですね、さっきユミチーと一緒に踊ったので、その動画を見てイメージを掴んでもらってもいいですか？はい、はい、頑張ります。はい、やったお疲れ様でした。まだ始まったばっかりですよ。無理だ。みんな覚悟する。今日帰れないんだよ。はい、一生懸命教えるので、はい、任せてください。なんですけど、時間は決まっておりまして、30分の前に。よし、30分だったら、最初の10秒ぐらいは行けるんだ。いいよ、ね、15秒頑張りましょう。Thank you.